松井明系、文章系1月15日隊は、日本の武道家、東京都文京区出身、国際空手道連盟、極新会館の館長、極新空手8段、大東流愛機柔術2段、1963年1月15日、東京都文京区で在日韓国人2世として、東京大学医学部附属病院にて生まれる。続府は、 南平文史の38代目にあたる。後に、父の転居に伴い、千葉県柏市に移り住む。1976年6月、柏市立柏中学校に入学後、少年マガジンに連載されていた、空手ばか一代を読んで、大山マスタツに憧れ、それまで習っていた、少林寺拳法をやめ、 加藤茂雄がインストラクターを務める流山市の極新会館千葉北支部に入門。14歳で当時極新市場最年少の黒帯を取得。本部道場にも出稽古へ行き、山崎寺氏朝に目をかけられて、個人指導を受け、山崎の指示で前世紀の中村誠と組手稽古をしていた。1980年11月、第12回全日本から手道選手権大会に、 出場始発出場4位の成績となる。1981年4月、京北高等学校を経て、指定高推薦で、中央大学小学部経営学科に入学し後に、卒業。中央大学入学と同時に、極新会館の内弟子となり若樹資料に入寮しかし、古参の門下生からの理不尽な鉄拳制裁から、脱するため、川畑孝一の紹介で、 長田和彦のジムに住み込みを始め、居候となる。この時、渡辺茂と共に新職と共にする。さらに、週に1回、牢山初尾の主催する極新会館、牢山道場に出入りし、空手道剣道会の中村秀夫が考案した稽古を訓練した。1981年11月、第13回全日本空手道選手権、大会3位の成績を収める。 長田の紹介で、元プロボクサーの吉富和夫から、フットワークやパンチの技術を学び、弱点である月の改善に取り組み始める。1982年11月、第14回全日本空手道選手権、大会3位の成績を収める。大会後に、総本部の指導員に昇格。3月には、大山松達が、シンガポール軍特殊部隊を指導するのに同行。 1983年11月、第15回全日本空手道選手権、大会8位の成績を収める。この大会の三つ川商戦で、あばら骨が2本折れる。1984年、第3回オープントーナメント全世界、空手道選手権、大会3位の成績を収める。この頃、在日韓国学生同盟に加盟し、あえて、日本国籍取得の道を取らぬようになる。 姉のナオミがウィーン留学。1985年11月、第17回全日本から手動選手権大会で優勝。決勝の相手は黒沢博樹。1986年5月、100人組手を達成。同年11月、第18回全日本から手動選手権大会で優勝しに連覇を達成。決勝の相手は増田明。アキラ。次の、 第4回世界空主導選手権大会に向けて、選出された15名の日本選手団の首相となる。ついで、大山茂の主催する USA 内戦空手に、で稽古に行くためと米ついで、宮、旗豊かの紹介で、相撲部屋の高砂部屋と九十部屋にで稽古ししこ、鉄砲、すり足、ぶつかり稽古などの相撲の基本稽古を学ぶ。 1987年11月6日から8日にかけて開催された第4回オープントーナメント前世界空手道選手権大会の決勝でスイスのアンディフグを下し外国人初の優勝を成し遂げた。しかし、極新会館は外国人初の王座を1999年の第7回オープントーナメント全世界空手道選手権大会で優勝したフランシスコフィリとしている。 これは当時の松井が日本代表選手団の首相を務めていたことや、総裁である大選の出自をあえて触れないマスメディアの暗黙の了解もあり、松井についても在日韓国人として取り上げられなかった。当時の心境を辞書一撃の拳では、オープントーナメント全世界空手道選手権大会には大韓民国の代表として出場したかったが、 大戦総裁は認めてくれなかったと語っている。メディアに対しては、南や北という政治を持ち込みたくなかった。私の立場としては、日本道場を代表だと述べている。またこの時、俳優の町田京介が撮影したドキュメンタリー映画の、フィルムは編集されないまま町田が保有している。現役選手を引退後、牢山初尾の紹介で、拳同会総帥、中村秀夫のちぐを得る。 ついで、極新会館関西本部会長で、コスモタイガーコーポレーション中央会会長を務める巨、英中の紹介で、画商であり、自由民主党のフィクサーである、福本国夫の門人となる。福本国夫の下で、研究所の執筆に勤しむ助手として、国会図書館や書店などを回り、福本の事務所に出入りする、大義士や官僚、経営者をもてなす。 1991年、極神会館に復帰し、浅草に、本部直轄浅草道場を開く。指導員は、上尾信幸、村越一雄。1993年、極神会館、第二次新会館建設委員会委員長に就任。1994年4月26日に退散が、肺がんで死去した。梅田義明、黒沢明、大西康人。 米津投時、米津伊豆尾の5名が、聖路加国際病院で作成した大戦の気球時遺言によって、松井が後継者に指名された。しかし、大戦の遺族は遺言に疑義を抱き、遺言上の有効性について、訴えを起こし、東京地裁にて、遺言上は無効との判決を得た。この騒動をきっかけに、極神会館は分裂を始め、 極真空手を標榜する団体が乱立する事態となった。また、松井は国際空手道連盟、極真会館の名称を財団法人を設置しその法人にするのではなく、文章系本人名義で商標登録し、株式会社国際空手道連盟、極真会館を設立した。しかし、この商標登録は分裂した他の極真諸派と裁判で争われた結果、 2009から2010年に第三課の商標登録になった。1995年4月5日、三部刑事を筆頭とする支部長協議会派が全国支部長会議にて官庁解任同義を出し、極新会館は分裂。新しい運営体制として、統括本部を設け本部長には山田忠実が、副本部長には浜石式康が就任。最高顧問には、 郷田雄三が就任し、ロ山初尾が補佐した。1996年、フジテレビの出馬進む男、聖堂会館の石井和義と慶安について協議。極新会館から、フランシスコ・フィリを参戦させることに合意した。1998年、大統領愛機柔術に正式入門。入門のきっかけは、木村達夫の著書である。2004年、 大統領愛機充術二段を教授される。2005年10月、エビスに一撃プラザ、一撃プラザを開く。なお、2005年より約10年間営業していた一撃プラザの営業を終了。2015年8月、新たにフラックスコンディショニングスを代官山にリニューアルオープンした。2011年11月10日、日本経済新聞が 人材派遣大手の旧グッドウィルグループによる会社買収に絡み、空手団体の国際空手道連盟、極新会館の松井翔慶館長が、東京国税局から買収の成功報酬の申告区分の誤りを指摘され、過少申告課算税を含め、約30億円を追徴課税されていたことが分かったと報道した。2015年4月16日、東京。 江東区の日本空手道会館において、全日本空手道連盟と国際空手道連盟、極新会館の間で、2020年東京オリンピックにおける空手道種目の正式採用に向けて覚書を取り交わし、友好団体関係が締結される。同年9月25日、極新会館はフルコンタクト空手6団体と友好関係を結び、 全日本から手道連盟が進める、空手の東京オリンピックでの公式競技家活動を支持することを表明した。2016年1月15日、自らの誕生日にあたり、名前の1文字、K の字の上に、大戦総裁の大の文字をいただき、K 都市、松井明と改名した。後56試合の通算成績は50勝6敗この記事は、 以下のカテゴリでも参照できます文章 K に関するカテゴリ。ありがとうございます。